にちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。本日はですね、マイクロソフトの石坂さんにお越しいただいて自己分析の企画を撮影していきたいと思います。ということで、本日も参加してくださる24卒の学生さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速石坂さんの方自己紹介お願いします。石坂誠と申します。現在日本マイクロソフトにおいて、クラウドサービス Azure という製品のマーケティングを行っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。自己分析とか進めてますか？自己分析とかまだネットでこうなんか性格診断テストみたいなのをちょこちょこやったぐらいで、何か自分に適しているのかとか、どういう仕事が自分に合ってるのかとかっていうのはまだ全然分かってないという気がする。トヨタ君どんな感じですか？そうですね、自分も特に何かやりたいとか行きたい業界業種っていうのは決まってません。うん、なるほど、ね、はい。じゃあ早速自己分析の方始めていきたいと思うので、石坂さんの方から今日のフレームワークを紹介していただければなと思います。はい、ありがとうございます。で、私も何回か今までそのこちらの方の新ダイアリーでお話しさせていただきましたが、本邦初公開のフレームワークになります。ナインボックス、これ重要なんで、もう一回言いますね。ナインボックスという風なフレームワークになります。皆さんですね、ちょっとお手元の紙に書いていただきたいと思うんですけども、簡単にですね、縦3つ、横3つのですね、こう線を引いていただけますか？これ実はですね、今まで900人ぐらいですね、シアトル留学生にはお伝えしてきております。書けました？ 3×3、 はい、はい、いいですか？で、縦軸なんですけども、左の方からですね、過去、現在、未来と。で、じゃあ次横なんですけども、上からですね、自分というのを書いてください。そして次が組織、はい、そして一番下が関係者。で、もうちょっと細かく説明しましょう。自分、組織、その関係者、これ英語で言うとステークホルダーということなんですけども、うん、これがちょっと分かりづらいかなと思うんで、自分という中にもうちょっとですね、細かい項目が2つあります。自分の中に好き、そして価値観っていうのが1つ目、はい、で、2つ目が得意なこと、スキル、経験、こういったことが2つ目にあります。これ自分の中のボックスですね、うん。じゃあ次、組織のところもですね、あるんです。組織のところはですね、役割、部署というのが1つ目ですね、うん。で、2つ目が業界、業種というものです。盛りだくさんですね。ということになります。ステークホルダーはですね、実際に書いていただきたいものっていうのは、場所、地域、はい、というふうになります。これどう埋めていけばいいんでしょうか？さて、これ順番が重要なんですよ、これ埋めていく方法、はい。さて、このラインボックスなんですけども、どこから埋めたらいいと思いますかっていう質問です。これ人いくつかの原理原則がこのラインボックスありまして、目的と手段という考え方があります。皆さん、就活は人生における目的と手段ってどっちですか？手段。なぜですか？就活が人生のゴールってわけじゃないので、手段なのかな。そうですよね。目的はじゃあ皆さん何ですかって言われると、人それぞれ違うと思うんですよね。なんでこれですね、目的と手段の関係からするとやっぱり目的の方が重要なんですよね。あ、なるほど。っていうことを考えた時に、このラインボックスどこから埋めるべきかっていうと、未来の好き、価値観。そうなんですということなんです。なんでこれラインボックスというのは、一番最初に重要なことは、未来において自分は、将来自分はどういう自分でありたいか、うん、これを埋めるっていうのがすごく重要なことなんです。それはプライベートか仕事かどっちを書けばいいんですかね？そう、自分の幸せの定義をして、うん、それを達成するために仕事があったり、うん、結婚があったり、うん、留学があったり、お金を稼ぐっていうですね、あるいはスキルがあったりっていうのがあると思うんですね、うん。なんでここで必要なことっていうのは、最終的なですね、自分が本当に幸せの定義をしないといけないんです、人生の、うん。で、それを達成するために、もうちょっと前の段階として、例えばこういうところに働きたいとか、っていうのがあってもいいと思うんですね、うん。そこだけ忘れなければいいと思います。自分の未来のどういうふうにやりたいかって考えるの難しくないですか？うん、なんで、ここはですね、一番重要なんですけども、ここでくじける人が多分日本人 99% です。うん、なんで、まずは自分の今思ってることだけ直感的に書けばいいだけです。でもね、一番わかりやすいのは、自分の葬式で何と言われたいかなんですよ。あるいは葬式の時に自分の家族や知人が来てくれて、あの人はこういう人だった、こういう人だったの形容詞、その言葉をどれだけ想像できるかってことなんですね。うん、なので、一番最初はその未来の自分を入れるっていうことですね、はい。では問題です。
その次に埋めたらいいなと思うボックスはどこでしょうか。過去の組織とか役割とか業界。そうなんです。ある人は小学校から書く人もいるかもしれないんですけど、まずは身近な大学時代、高校時代と振り返って、うん、ここですね、過去どんな組織に属していたかな、どんなサークルいたかな、どんなバイトしていたかな、どんな、まあ、部活あるいはゼミ属していたかな、どんな大学属していたかな、そういったものが全部ここにこう入ってきます。なんでこの次にここやる必要があるんですか。あ、要するにそれはですね、自分の得意なこととか好きなこと、うん、それ自己分析ですね。うーん、それって過去から見るしかないんですよ、うんうんうん、なので過去を振り返るということで、ここがですね、助けになるということなんですね。しかもその中でも変えることができない、なんで実は悩む必要はないからです、うんうんうん、いいですか。はい。でその組織の中でも皆さんね、どんな部署に役割をやってたかっていうことですね、うんうん、しかもそれが2番目のどんな業界かってことですよね、うんうん、会社にもいろんな組織がいますよね。人事をやったりとか、あるいは企画をやったり、マーケティングをやったりとか、営業をやったりとかですね、いろいろあるじゃないですか。どんなところの経験なんだろうっていうのをちょっと意識してくださいということです、うん、さてそれが分かってきたところで、次過去の関係者ということですね。はい。つまり関係者というのは、そこに属している時に接していた人、うん、ということです。例えば私がマクドナルドでその接客をしていたら、うん、埼玉県狭山市周辺のお客様とということになりますよね。学生さんの皆さんだとやっぱり多いのはやっぱりアルバイトの経験とか、うん、あるいは部活とかサークルゼミということになると思います。というと、その組織に属していて日々どんな人たちと接していたのかっていうのがこう思い出されてくるんですね。うん、思い出してきましたね。そうすると次に埋めるべき箱は自分ですか。過去。その通りですよ。過去の属していた組織が分かって、誰と接していたかなっていう経験を思い出すんです。そうすると、その時に自分でどういう経験したかな、うん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 、あるいはどんなスキル、うん、どんな体験をしたかな、うん、そしてその体験を通して、あ、これって好きだったなとか、これってワクワクしたなとか、あるいは逆にこれは本当つまんなかったみたいな、うん、あります。ありますよね。あります。それが過去の自分自身の好きなこと、価値観、あるいは嫌いなこと、あるいはその時に、あ、学んだ、手にしたスキルっていうのがここに埋まってくるわけですね。うん、確かに過去の経験も全部書いてあるから振り返りやすいですね。そうなんです。だからこの順番が必要なんですね。なるほど。さて過去の自分を振り返りました、はい、そうすると次はどこに行きたいんでしょうね。現在。その通りです。現在のどこを埋めるんでしょう。組織。その通りです。これも悩む必要ないですよね、うん、なぜならば今ご自身が属している組織、アルバイト、そういったものを埋めればいいだけですよね、うん、はい。そしてもう分かりますよね。次どこを埋めるんですか。関係者。関係者です。今毎日接している人たちを思い浮かべてください。その人たちにどういう影響を与えてるんだろうな、あるいはその人たちからどういう影響をもらってるんだろうな、うん、そしてそこから次に埋めるのが自分。そうです、うん、その日々その人たちと接している時に、あ、自分でこういう時に楽しいと感じてるなとか、こういう時になんか嫌だなとかっていうのがここにこう埋まってくるわけですよね、うん。ではその次、もう2つしか残ってないですよ。どちらを埋めるべきですか。対象関係者。まさしくその通りですよね、うん、はい。なのでどんな人たちがこうどういうふうに変わるのを見たいか、でそうするとそれが埋まると最後に組織です。それはなぜかというと、身近な人たちを幸せにするにはどういった組織に所属したらいいのかっていうのが9番で分かる。その通りなんです。今のことが実は自己分析、なぜやるのかの全てにかかってきます、うん。そしてこれはですね、この次のステップに関わる業界や企業選び、そしてエントリーシートの書き方、自己 PR の仕方、面接、全てに関わってくることなんです。なぜならば重要なことっていうのは、将来自分はこういう自分になりたい、そしてその裏返しとしてこういった人たちのこういう喜ぶ顔を見たい、それを実現するために手段として就活があるっていう、うん、この仕組みをですね、まず皆さんに徹底的に学んでほしいと思うからですね、うん。これが埋まるとですね、うん、いろんな質問が来てもほぼほぼ全部答えることができます。一貫性を持って答えられますし、その通りなんです、うん。なんで実はですね、この9ボックスがあると面接の前これだけ手に持っていけば、うん、あらゆる角度の質問にですね、うん、答えることができるんですね。例えばちょっとやってみましょうか。あなたは将来何がやりたいですか。どこのボックスを言えばいいですか。未来の自分。
未来の自分ですよね、うん、そして未来の関係者っていうことを一緒に言えばいいんですよ。ではなぜ私の会社を選んだんですか。未来の自分の好きと組織、うん、そうです。自分がやりたい、うん、そしてこういった人の課題を解決することに一番実現できると思っているのが御社だからですと、うん、いうことなんですよね。そこに繋がるわけです、うん、じゃあなんでそういうふうに思ったんですか。過去の経験だったり関係者、その通りなんです、うん、そこでですね、ガクチカとかあるいは原体験の話を今あるいは過去の話をすればいいだけなんです、うん、これがですね、自己分析の、はいはい、話になるかなと思うんですけども、はい、じゃあその埋め方の一つとしていくつかちょっとコツだけですね、ちょっと最後お伝えしていただきたいと思います、はいはい、まず自分の強みをやっぱり知りたいとなった時にどうしてもですね、なかなか書ききれない時があると思います。その時はですね、共通点が分かってくると思いますよ。皆さんの付き合ってる人にもやらせてください。皆さん応援しています。